今日の東海地方は朝から高気圧に覆われ晴天となりました。名古屋地方気象台は午前11時東海地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。去年より2日遅く平年より1日早い梅雨明けです。今日の名古屋市の最高気温は 35.9 度で猛暑日となりました。気象台では今後さらに35度以上の猛暑日となる日が多くなると見ていて、水分をこまめにとるなどの熱中症対策を呼びかけています。